国内外から多くの観光客が訪れる人気の小樽に、先月オープンしたばかりのニュースポットが。小樽港第三埠頭のすぐそばに先月誕生した新施設、小樽国際インフォメーションセンターです。これまで運河沿いにあった観光案内所や土産物店を移転リニューアルしたもので、道民だけでなく外国人旅行者への対応も強化。新たな小樽観光の拠点として期待される最新スポットなんです。そのセンターの駐車場に大きなコンテナが積み重なっていますよ。アップルパイにソフトクリーム、あ、こちらカフェになっているんですね。1台のコンテナではルタオのアップルパイやソフトクリームなどグルメをテイクアウトすることができ、2台のコンテナが飲食や休憩スペースとなっているこちらで、オープン以来人気となっている商品が、こちらアメリカ発のミニチュアハンバーガー、スライダーバーガー。通常の3分の1ほどの大きさで、こちらでは和牛やザンギなど4つの味が楽しめます。小さいからいろいろな種類が食べたいという方には、ポテトもついてお得な2個セットがおすすめですよ。今回はより小樽の気分を味わえるニシンとホタテをチョイス。小樽の海で採れたニシンバーガーをいただきます。かわいいサイズ。かわいいですね。うん、あ、すごく身が柔らかくて骨も全然感じませんね。小さいけど食べ応え十分ですね。リーズナブルなミニチュアハンバーガー、まさに新店グルメの一つ目にふさわしいメニューでした。さあ、次のお店には歩いて向かいますよ。最大料金1000円と、こちらもリーズナブルな駐車場に車を置いて小樽を散策するのが、インフォメーションセンターが提唱する新小樽スタイル。可愛らしい春を感じられる小樽で味わえる次なる新店グルメが、運河から少し坂を登ってきたところ、あちらの角に大きな角の文字、そう、こちらが2軒目の新店グルメ、小樽の角さんなんです。ごめんください。今年1月にオープンした小樽の角。北海道出身のオーナー桑原さんは御年82歳。東京などで40年以上飲食店を経営した後、去年9月に帰郷し、ワインとパスタのお店、小樽の角をオープン。なんと店の内装まで桑原さんの手作りなんですって。すごすぎます。はい、お待たせいたしました。ホタテの貝柱のゴロゴロバターソースでございます。おー、めっちゃうまそう。北海道猿払産の分厚いホタテをゴロゴロ贅沢にのせ、道産バターソースで仕上げたイタリアンパスタ。これはもうよだれが止まりません。おいしい。貝柱ブリンブリン、甘いですね。甘いね、かなり甘いですね。玉ねぎのみじん切りとか、ちょっとアンチョビとか、いろんな味を出して、なおさらバターの美味しさが飛ばしてくるということです。こんなに美味しいパスタ、サラダがついて1200円。そうです、ずいぶんお優しい値段設定ですよね。そうですね。こちらも人気のカルボナーラは、道産生クリームに朝どれ卵を使った濃厚パスタにサラダもついて800円。どうしてこんなに安いんですか。まあ、ホタテをちょっと浜の方から直接入れてるんで、猿払の方の漁師さんから直接です。場所柄ね、ちょっと外れたところにあるんで、この辺を盛り上げて何年かね、また新しい店ができてくれれば、こっちの方も少し明かりがつけばいいかなと。
なんと隣には奥様が作るスコーンやマフィンのお店も近日オープン予定。夫婦仲良く小樽に並ぶ新店、ぜひ立ち寄ってみてください。シマエナガの可愛い暮らしにも出会える小樽で味わえる次なる新店グルメは、観光客でにぎわう境町通りのこちら、出世前広場というスペースのその奥ですね。レトロな雰囲気漂う街並みのありました、こちらも新店、その名も小樽で一番素敵な放課後249です。去年11月にオープンしたこちらのお店、その名の通り放課後の学校をイメージしたという店内には、懐かしい教室を思わせる机や椅子が並び、学生時代にタイムスリップしたような気分が味わえます。いや懐かしいですね。大体10回目ぐらいですね。安くてやっぱ量多いのが僕は一番いいところだと思って。一応インパクト結構あるとんぶりなんで、いやもう最高だった、最高でした、最高でした。ぜひまた食べに行きたい、食べに行きたいです。お客さんも大満足だというインパクト抜群の新店グルメが、お待たせしました、手巻きパフェのロゼッティローズと手巻きパフェのローズブーケです。なんですかこれは。パフェグラスをぐるりと埋め尽くす大量の甘エビに、たっぷりのネギトロが乗り、さらにその上にボタンエビがそびえ立つ手巻きパフェロゼッティローズ。そしてこちらのグラスにマグロやサーモンなど海鮮の花が咲いたような綺麗なパフェが、手巻きパフェローズブーケ。手巻きパフェということで、このネタをここに置いていいんですって。付属の海苔にご飯を乗せて、ネタを好きなだけ乗せたら、巻き巻きしてお醤油をつけて、おいしい、お魚すごい新鮮ですね。パフェスプーンを使ってそのまま食べるもよし、巻くもよし、 SNS 映え間違いなしの海鮮パフェを目で舌で楽しんでいたその時、さらなる衝撃のメニューが。お待たせしました、こちらが当店自慢のグレートティーチャー丼の波になります。ちょっとでかっ、何ですかこれ。まだあるってことですか。マグロにサーモン、甘エビにイクラなど、丼にこれでもかと乗せられそびえ立つ海鮮の山、これぞお店の看板メニュー、その名もグレートティーチャー丼GTD。 なんとこのサイズで並盛りなんだそうです。わおいしい。こちらも海苔がついているので手巻きにして食べるもよし、また小皿に海鮮丼を移してお出汁をかけて茶漬けにするなど、味変できるのも嬉しいですよね。規格外の海鮮丼や海鮮パフェが食べられる小樽で一番素敵な放課後249。海鮮好きな方に超おすすめな新店グルメでした。さあ春の小樽新店グルメ、最後はスイーツ。癒しの音色が美しい幻想的なオルゴール島も人気の小樽で味わえる新店グルメが、最後にやってきたのはこちら、新南樽市場です。取れたて新鮮な海の幸がたくさん並ぶこちらの市場で味わえる新店グルメが、こちら小樽運河ドーナツ本店です。去年11月にオープンした小樽運河ドーナツ本店。しかしなぜ市場の中に。もう最後になると思うので、まあ、生まれ故郷の小樽に、まあ、必ず戻ってきてお店をやりたいって前から考えてましたんでね。最後。
小樽市出身の浜岡さんは現在63歳。15年前、48歳の時にとあるドーナツ屋台に出会うとその味に感動。なんと仕事を辞め、ドーナツ作りを教えてほしいと屋台のご主人に弟子入り。そして1年の修行の後独立し、故郷小樽のシンボル小樽運河の名を付けたドーナツを沖縄や北海道をはじめ全国のスーパーの催事や移動販売車などで売り歩いてきました。そして新南樽市場に縁がありまして、夢かなってここにこの小樽で商売ができるようになったこと、これ本当に嬉しく思いますね。浜岡さんのドーナツは独自の調合により生み出したドーナツ粉や油を使い、高温で 2,3 分さっと揚げる製法により、くどくなくあっさりとしていて、外はサクサク、中はしっとりふわふわのドーナツを実現。気になるそのお味は、スタジオの皆さんで召し上がってください。はい、ということでご用意しました。なんと先ほど浜岡さんが UHB に来てくださって揚げてくれた、もう出来たてのドーナツなんです。ありがとうございます。来てくださったですね。その時の様子ですね。可愛らしいキッチンカーで来てくださいました。どうだ、揚げたて。そうなんですよ、作りたて貴重ですよね。まず広岡さんにはプレーンのドーナツです、うん、本当だ、外サクサクで、うん、中がふんわりしてて、うん、こうなんだろう、こうもたつく感じが全くなくて軽い食感、おいしい。軽いからカロリー、うん、ゼロキロカロリーって感じ。石井さんは北海道ミルククリームですね。このね、中のクリームがね、とってもミルキーでね、あの今まで食べたこともないようなおいしい、本当にこっくりとしたミルクのクリーム。小樽もまた素敵なお店が増えてきました ね、 ね。でも地元に帰ってきてっていう方ね、今日お二人いらっしゃいましたけど、そうやって帰りたくなる街なんでしょうね、小樽って ね、 皆さんもぜひ春のお出かけで小樽の新店もチェックしてみてください。